収まってゲートインが終わりますスタートしました17番里ノアーサー後方まず先行争い横一線で4番名将グロッケ5番名系大ハードコースタート10番ミラーアイトーンそして制して18番トロワゼトワル,トロ,バゼト,ワルがトロバゼトワルがまず先頭に立ちました 前4頭から一番審査の5番手が11番、クリノガウディその後6番、アストラエンブレム3番、アンドラステ9番、ハーレムライン16番、グルービット、後位グループを追走していきます中段外目、外回りコースに入って14番、プロディガルさんがポジションを上げていってインコース1番、プリモシーン差がなく7番、ジャンダルムッサ3コーナーに入っています 残り 1000m の標識を通過後方から13番ドーバー8番ミッキー・ブリランテ12番エントシャイデン15番ペプチド・バンブー後方から2投目が17番のサトノ・アーサーで現在最後方2番ブラックムーンです800を切って4コーナーのカーブ先頭18番トロワゼト,ト,ワ,ゼトワル短期先頭で直線構成と入ってきました2番手が10番ミラー・アイトーン先頭との差は3馬バシン3番手が広がって11番クリノ・ガウディ 16番グルービット間からメイケーダイハード外は14番プロディガルさんです残り400の標識を迎えます依然としてトロバゼトワールが先頭ですが2番手から10番ミラー・アイトーン内から名称グロッケが伸びてくるその後からは外グルービットそしてプロディガルさん一番外からエントシャイデンが追い込んで200を切りました逃げる逃げるトロバゼトワールが先頭まだ3馬身リードがある2番手からミラー・アイトーン外からは17番のサートノワーさ一気に追い込んでくる内からはアンドラスでさあ今度は外17番のサートノワ 捕らえて合輪後方一騎17番ートノワーサー追い込み勝ち。